コースオン軍はアメリカ合衆国サウスダコタ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4050人であり、2000年の4181人から3.1%減少した。軍庁所在地はマッキントッシュ市であり、同軍で人口最大の町はマクローリン人口663人である。軍名は メイン州生まれで1876年にブラックヒルズに来て1877年にローレンス・軍デッドウッドで法律実務を始めたダイトン・コーソンにちなんで名付けられた。コーソンはホームステーク鉱山で最初の弁護士の一人だった。1889年にサウスダ・コタ州最高裁判所に選出され1913年に辞任するまで勤めた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2529平方マイルで、あり、この内陸地は2473平方マイル、水域は56平方マイルで、水域率は2.23%である。軍全体が、スタンディングロックインディアン居留地に入っている。トリケラトップスの頭骨。 高村群湿度ヒューストン自然史博物館臓以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。高村群は下記11の群区に分けられている。未編入の領域は下記4つある。ありがとうございます。